はいどうも、ひたまえです。いや、来ましたね、新ステージということで、まあ、鬼ヶ島ステージということで、まあ、今回は鬼ヶ島ステージを、まあ、至れり尽くれり、まあ、やっていき、まあ、その前にガチャでも引いていこうかなと思います。まあ、第3弾が来たということで、いや、このメンツね、この、新ガチャのメンツさ、渋いなーと思ったんよ。あ、だからこの提供割合に、ゴールデンウィークいるのよね。ゴールデンウィークは熱すぎでしょ。まあ、他がちょっとね、まあ、僕はベビーファイブ出たら嬉しいかな。まあ、それ以外 30% を引けばね、まあ、いいということで、まあ、このガチャを引いてね、まあ、ちょっと鬼ヶ島ステージ、まあ、やっていこうかなと思います。いや、ちょっと楽しみだね。やっぱ新キャラより最近新ステージの方が楽しみ説は、いや、それはないな。新キャラの方が楽しみだな。まあ、ということで、まあ、ここ引いていきたいと思います。いや、とりあえず、ここ、マジでゴールデンウィーク頼む。マジでゴールデンウィーク欲しい。いやー、ペルとか、まあ、いや、まあ、コーラだからさ、いや、ペルとか戦闘丸とか、どっちでもいいのよ、もうコーラの時点で。とりあえずゴールデンウィークが欲しい。いや、なんか、フル演出じゃないの、マイナス2ポイント演出なの、ちょっと渋そうだが。頼む、ゴールデンウィーク、ここはアタッカーマークだから。まあ、コーラですからね。4。はい、5体目。はい、6体目。いや、頼む、マジでゴールデンウィーク、いや、本当にゴールデンウィーク以外いらないって言ってもいい、過言ではない。ゲッターマーク来たら勝ち。ゲッターマーク来たら勝ちだよ。ゲッターマークちゃう、絶対ペルカースかサボか。はい、ということでやっていくんですけど、待って、すごいな。え、こういうステージなん、ちょっとね、ここちょっと確認しながらやっていきたいと思う。まずここ段差なのかな、ここ段差だね。あー、すごっ、鬼ヶ島ステージすごっ、うわー、ちょっと待って、いや、めっちゃ楽しい、もうこの時点で楽しいもんね。いや、ここ段差になってるんだ、ここから降りれるのかな、降りれる、楽しい、新ステージめっちゃ咳がやばい、ちょっと待って、喉がやばい、やられた、喉がやばいから、ちょっと待って、うまい、それはうまいわ、それはうまいんだが、ちょっと待って、楽しい、ちょっと待って、なんか他にエフェクトとかないのかな、ちょっとあれだから、ちょっとわかんないけどちょっとあれだからっていう語彙力ね。さあ、ここは、はいはい、ジャスト回避、ちょっと戦ってる暇ないんだよね、正直。ジャスト回避、はい、そしてここパン、あれ、なんでダウンした、マグマだまり、もしかして、なるほどね、はい、ここよいしょ、オッケー、いた、何当たった、え、犬神もう溜まったん、あー、ちょっと待って、あー、まあ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 、おでんで楽しもう和の国だからね、鬼ヶ島だからね、まあ、ちょっと和の国、まあ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 、オッケーオッケーオッケー、いや、ちょっとここで楽しもうか、ちょっと待って、ここなんなん、これはなんなんだろうね、これはただのなんもないか、あー、なるほどね、これ下が重要になってくるの、あ、でも上も結構重要だよな、上結構重要だと思うんですけど、僕だけですか、いや、これせこいやつ、いや、これクソバグなやつ、オッケー、はい、桃源突破、はい、いやー、なるほどね、これ結構上も大事になってきそうだが、いや、ちょっとこれ待って、これ結構大事だぞ、初見評価、いやー、え、何今の、ちょ、急に現れたやん、ちょ待って、え、無敵スキル押せんかった、ちょ待って、急に、何、すごい急にいろいろ現れて、ちょ困っちゃってんだけど、ちょ、どうしようどうしようどうしよう、すごい、ちょっとラグいなラグいな、ここ、とりあえず吹っ飛ばして、やべ、ここ取って、やべ、ここ取って、はい、で、ブースト、はい、ここ、はい、ナイス、桃源突破、いや、ちょっとどうでも、ちょっとここら辺はちょっとあれだな、オッケー、あ、なんか全然ジャスト回避できない、ちょっと待って、危ない、痛い、オッケー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 、さあ、ここはとりあえず回避たまっ、オッケー、まあ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 、オッケーオッケー、ここも降りれるんだね、なるほどね、ちょ、降りれるところ多いね、なんか着地狩りあんまできなそうな感じはするね、この感じ、さあ、これは回避を読んで、よいしょ、オッケー、うん、なるほどね、はい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 、ちょっと待って、ステージ見ながらだから、ちょっと戦闘はちょっと二の次ということを言い訳していき、うーん、なるほどね、さあ、オッケー、あ、オッケー、さあ、とりあえずここはオッケー、ジャスト回避、ちょっと待って、ジャスト回避、忙しいな、忙しすぎるよ、我が輩を忙しすぎるが、さあ、ここはとりあえずぶち当ての、うーん、どこが重要になってくるんだろうね、下かな、上かな、いや、両、うーん、難しいな、ちょっともう一回やろう、とりあえず楽しいわ新ステージ、はい、ということで2戦目よろしくお願いしますと、いやー、どうなんだろうね、これなんか下がアタッカー
ディフェンダー、上がゲッターみたいな感じかな。まあそれがいいかな。まあ着地狩りもアタッカーでしやすいしね。まあそこら辺がいいのかなってちょっと思ってるんですけど、人が弱いとか思ってるかもしんないじゃないですか、さっき1戦目。サポートクソスサポート全然、チャレバト用なんで、まあいつものレイリーオーデンじゃないんで、ちょっとそこは申し訳ないんですけど。ここはちょっとね、上がゲッターで戦った方がいい気がする。この段差とかも利用してアタッカーが上はね、ちょっとね時間とか稼がれたりしてあんま強くないと思うんだよね。さあそこを、はい、オッケー。ほら段差でね、ほら段差でちょっとこれは弱い感じがするが、はい、うわそこ割り込めるんだ。そこ割り込めるんだね。まあでもチャンクスカウンターないって分かったらもうガン攻めできるんで、いやでもそんなことどうでもいいな正直そのシャンクスのその戦い方とかもどうでもいいよなよいしょ、オッケー。さあいいんだが、やっぱゲッターが上って感じだね。援護も間に合いづらいからゲッターは上で暴れた方がいいと思う俺は。うん、それは非常に思うわ。さあ一発二発、さあ一発二発、オッケー。さあ、サンジ君、はい、いたあ、カンジューロー懐かしい、懐かしいってほどのキャラじゃないか。さあここは着地狩りを警戒して、はいやばいやばいやばい、ステータス低いわ、ステータスちょっと低いわ、言い訳しとこ。まあまあまあそこら辺どうでもいいんでね。まあちょっと待ってね、ここはやっぱ上がゲッターって感じはするな。はいはい、カンジューロー対おでん懐かしい。あ、え、なんかわかんないけど、やっぱ感じる強くないよね。いや、そう考えると、伊蔵強い方だと思うけどね、俺は、やっぱり。さあ、ここは、いや、やっぱ、上ゲッターは、やっぱこれね、特にゲッターとかってさ、移動スキル多いじゃないですか。さあ、だからそこら辺をね、活かして、まあ、戦っていければ、こうやってね、ガンモドキを、この坂とかね、やっぱガンモドキ系とかって坂をあんまり、苦にしないキャラなんでね。さあ一発二発、一発オッケー。まあてな感じかなのかな。ちょっともう一戦ちょっとアタッカーやってみる。はい、ということでとりあえず3戦目ラストはね杯でやっていこうかなって、まあ一応今の環境なんでね。まあちょっとサポート大岡七部会とかついてないんで、まあちょっと 110% ぐらいなんですよサポートも。ちょっとねそこは言い訳させてくださいということでね。まあでもそこら辺が一番あれなのかなと、まあ分かりやすいのかなって。まあ強すぎずね、まあそこら辺でやっていきたいと思います。いややっぱアタッカーちょっと下でアタッカー強いのは分かるじゃん。だから上でアタッカーで一回やってみようかな。攻めもづらい。ここね、やっぱ時間稼ぎもしやすいと思うんで、上がアタッカー、まあ場合によるっちゃ場合によるって言ったら、もうどうしようもないんだけども、上がゲッターって感じはするよね。まあゲッターが下はまずないかなって、やっぱヒルバラティと同じような感じだからね。あ、でもこういう感じでアドレできるんだ。あー、なるほどね。ちょっとおもろいわ。あー、ちょっと頭使うな。なんで今の間に合うね。なんで今の間に合う。ね、吹っ飛べよ。さあ、オッケー。ここは、まあ、とりあえず。はい、まあ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 。なるほどね。ちょっと油断したら上から降りてきて、まあ、おでんとかだったら一瞬で取っちゃうのか。ああ、なるほど。ちょっと、おもろいわ。おもろすぎるわ。じゃあ、とりあえずここは。え、当たんないの？なんで？遠かった？ちょっと。ちょっと遠かったかな。さあ、ここは、とりあえずジャスト回避して、ここは？やばい。やばい、やばい、やばい。え、ステータス低い！やば、待って、めっちゃすぐ減るんだけど。やばい、やばい、やばい、マジでやばい。やばい、マジでステータスこんなんじゃ、ジャスト返しちゃうんかい。スコアボーナス優先するとめっちゃ弱いな。こうやって見ると。さあ、ここ握れる？やばい。やばい、やばい、やばい。やばい、やばい。やばい、やばいなのよ。さあ、ここはとりあえずこっち行って。やっぱ、坂月、やっぱおでん上の方がいいな。こうやって見たら。ね。どう思います？皆さん。皆さんの意見もね、いや。あー、なるほどね。一つ分かったことは、チャレバとスコアボーナスだとめちゃめちゃステータスすごい大事だね。ステージとかじゃない。ステータスすごい大事。